残留することができて、そのハードワークっていうのを全員で体現した結果が今日につながったと思うので、この、DNA を忘れず来シーズンからさらにステップアップして戦っていきたいと思います。予選通じてこの今までのレベルとこの大人のレベルっていうのは違いがすごい分かったので、来シーズンに向けて一からしっかりそこを見つめ直して頑張っていきたいと思います。今回この入れ替え戦がプレーオフという形で我々は臨んだんですけども、本当のプレーオフに来年こそ行けるように決勝優勝を目指せるようなチーム作りをやっていきたいと思います。
我々のラグビーをどんなプレッシャーがかかってもやり続けることっていうのが僕らの課題でもありますし、来シーズンしっかりやりきれるように頑張っていきたいなと思います。ダイナバーズファンの皆さんから応援いただき、力をいただきました。ありがとうございました。来シーズンもさらにいい結果を残せるよう頑張っていきたいと思いますので、これからもダイナバーズの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。